山は、山体が、宮城県、秋田県、岩手県の三県にまたがる山である。標高は1626メートル。山頂部は、宮城県と岩手県の境界になっている。大宇山脈に属し、焼石岳や神室山とともに、栗駒国定公園や栗駒山、土地が森周辺森林生態系保護地域として指定されている。200名山の一つ。 三名の由来は、初夏の山頂西側に、馬の雪形が現れることから、別名を、須川岳、須川岳、大日岳、駒ヶ岳などとも呼ばれる。栗駒火山の火山対地形図栗駒山は、安山岩やデイサイトを主な岩質とする清掃火山であり、活火山に指定されている。約80万年前以降に活動を開始し、 最新噴火は1944年11月20日で小規模な水蒸気噴火を起こし昭和湖を形成した。それ以前の有史の記録では江戸時代の1744年2月3日の噴火がある。山頂の北側にある約11万年前に形成された平坦な溶岩ドームの剣だけでは噴気活動が盛んで東斜面で樹木の枯死が生じている。 山頂の北側には北西方向に開港する直径およそ2 2トルの馬底形のカルデラがあり、その延長上に伸びる岩屑なだれによる斜面が見られる。岩屑なだれは東西2 5トル、南北4トルの範囲に分布している。山頂への登山コースが9本ある。最短は南東斜面の岩鏡平から登る中央コースで、距離にして、 約3キロメートル、所要時間は約2時間。山頂部は高木がなく、眺めが良い。日本百名山を表した深田久也は、その後垣の中で、東北では、秋田駒ヶ岳と栗駒山を百名山に入れるべきであったかもしれないと実会している。2008年の岩手、宮城内陸地震により、山体南登録で大規模な地滑りが発生した。 宮城県側の周辺には菅川、駒の湯、温島、湯の倉、湯浜等の温泉が点在するが、地震による影響で、休業や廃業に追い込まれる被害を受けた。また、登山道も地震の影響を受けており、裏掛かりコースなど、崩落のため通行禁止となっている箇所もある。火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために関し観測体制の充実等の必要がある火山に、 選定されている。栗駒山から北を望む。おおよそ馬蹄型カルデラ地形に相当する部分。中央に剣岳。中央左に菅和湖。左下に流泉が原。右端下に昭和湖。岩東から撮影。昭和湖昭和湖は岩手県一ノ関市にあり、栗駒山の山頂から北西方向の山腹、八合目付近に位置する河口湖である。 1944年に起きた水蒸気爆発でできた。ただしここは元から河口があった場所である。エメラルドグリーンの共産性の水をたたえている。周辺は7月上旬から高山植物が咲き乱れる。菅川高原温泉からの登山道の中間点にあり、登山者の休憩地として親しまれている。2016年に設置された栗駒山火山防災協議会が策定した ハザードマップでは噴火口を昭和湖一帯に想定している。菅和湖菅和湖は秋田県東成瀬村にある南北に長い周囲 2km 余りの湖。栗駒山の山頂から北西の中原にある。水は澄んでいるが酸性が強いため魚はいない。貸し、ボート、キャンプ場、周囲をめぐる遊歩道が整備されている。新緑。 紅葉の季節には、美しい光景が広がる。菅川高原温泉から、秋田県側へ、国道342号、秋田県道282号人橋、大湯線経由、車で5分。いずれも、冬季閉鎖区間があり、秋田県側岩手県側宮城県側昭和湖に関する、カテゴリー、菅和湖に関するカテゴリー。ありがとうございます。